何やってるの？ことでいいんだよね。え？負けた方は勝った方にしょ。なんでも、なんでもはダメよ。ダメだからね。へえ、ないのか。誰が守らないって言ったのよ。なんでも言うこと聞かせればいいじゃない。エッチな命令聞かせればいいじゃない。下手い、バカ、大嫌い。てんや。いい加減にしなさいよ、あんたたち。下品な会話なら、トイレでするのがお似合いよ。星野。そんなに嫌なら手伝ってやろうか？どうせまた、男子のものには触れたくないとか思ってんだろ。園長。好きにすれば？なんなのよ。もう。園長、って。ごめん。俺また。違う。今だけ許してあげるから。もうちょっと握ってて。何年ぶりだろう、園長の手。今まで全然触れてなかった分。レック。やばいって、星野。それに、勘違いしないでよね。別にこれは、レックのための、世界平和のためなんだから。A few moments later. どんな断り方をしたんだか。園長？おっす。それじゃあ私はこの辺で。この辺でって、それはロッカー。昔の私たちみたいに仕方ないわね。そんなに私が必要ならなってあげる。エグゼロスってやつに禁止だからね。もちろん他のことも全処する。下手い、バカ、大嫌い。でもそういう作品はハレンチな表現が多いって聞きますけど、エクスステンじゃないですよね。今関わってるのは全年齢ばかりだよ。そこのツンデレコはそっち方面。ここ詳しいわけないです。風紀委員の職務として知っていただけですからね。うちの会社のアプリでね、1万人以上のユーザーから回答を得てる。しかも大半は10代20代の女性のもの。好意を寄せている男の子がいます。仮に名前をエータ君とします。ややこしいから。ツンコ。漫画とかくだらないし、私はそんなの読まないし。じゃあ、デレコ。たっくんと漫画をきっかけにお話できるかもしれないし、絶対読む！って、どれがデレコですか！じゃあ、結果発表！一番エータに出れてるのは、デデン！ツンデレコ！えぇ！なんでですか！私、たっくんなんか好きじゃないもん！大好きだもん！だから、違くて、やれやれ。本当に死ぬかと思ったぜ。帰りにスーパーにでも。あ。あれ？ここの自販機はダメなのか。君子危うきに近寄らず、さばらぬビリビリにたたりなし。ちょっと！無視して勝手に逃げようとするんじゃないわよ！ちょっと見せてみ！おい！勝手に見んなよ！それって個人情報の。ちょっとあんた、なんでうちの母とツーショット写真なんか撮ってんのよ。それは。うわ、しっかりアドレスも登録されてるし。知らねえよ、そんなの。何よ。誤解。この下道だ！暴れ回っていただけだ！下手い、バカ、大嫌い。あんたがなんで。いや、借り物競争でお守りが必要になった時貸してくれたんだ。一緒にフォークダンスを踊ってもらえませんか？構わないけど。あ、そうだ。
美坂さん、代わりに踊ってくれます？だけど、急にそんな、美坂？あの、これは、うわぁ、カッチコチだなぁ。許せない。でも、私の恩返しになると思うから。あ、俺との出会いは宝物か。いやいや、だって、その言い方だと俺も含まれるだろ。そっかそっか。下手い、バカ、大嫌い。ったく、あんなに動いて大丈夫なのか。心配だね、ママ。ああ。赤ちゃん楽しみですね。な、ふん。俺は別に生まれるのが楽しみで待っているわけじゃない。あいつがいろと言うからいるだけだ。下手い、バカ、大嫌い。なんだお前。あんたこそ何なんだよ。俺はこの家のメイドだ。いや、男だから執事か？マジかよ。じゃダメじゃねえか。あたしもこれ見てきたんだよ。それにすぐ着替えろ。バカかよ、お前何言ってんだ。若いくせに親の言いなりで簡単に諦めるなんて。自分に嘘ついて諦めてたら、絶対後悔するぞ。自分の記憶もねえくせに、なんでそんなこと言えるんだよ。わからん。何抜いてんだよ。着替えろっつったのお前だろ。 The next morning。 来たぞ。学校どうしたんだ。夏休みだっつうの。そっか。お前なんだよ。かわいいじゃん。沢村スペンサー・エリリ、父親がイギリス外交官のハーフお嬢様、色白、ハーフ、金髪ツインテール、しかも、ミンソ。うかつだったな、エリリ。まさかお前が初回限定版を買い逃すなんて。まあ、通販サイトは。そうじゃ話しかけるなって言ったわよ。お前がナンバーワンイラストレーターだからだよ。サークル、エゴイスティックリリ、柏木エリリ。だから学校ならその名前を出したってずっと待ってる。絶対、タモくんのゲーム会社の見学になる。エリリ、タモくん。どこにいる、そんなのいないで、君の夢のない役者だ。するか。しかも、絶対したんだろ。別に引き受けるつもりなんかないからね。ただずっと待ってられても寝覚めが悪いから。それは首相の心だ。下手い、バカ、大嫌い。僕の大事なものは君に奪われたままだ。君が無邪気に笑ってるのを見ると、胸がドキドキしてたまらないよ。よくそんなこと、臆面もなく言えるわね。もういいわよ。で、何が言いたいの？今度の土曜デートしない？デート？ダメかな。いや、ペットにご褒美をあげるのはご主人様の務めだもんね。ないでしょ。餌待ちのツバメのヒナじゃあるまいし。ほら、早く入ろうよ。東条バサラです。名前はちょっと物々しいですが、君、委員長なんだろう？俺はどうすれば。何やってんのよ、あんたたち！いい加減に離れなさいよ！いきなり抱きつくなんて、おかしいんじゃないの、あんた！別に、私とバサラはこれが普通。は？ちょっとバサラ、どういうことよ！成瀬さんには関係ない。関係あるわよ！あたし、こいつと一緒に暮らしてるんだから！人って
て、転校初日にここまで孤立できるものなのか。それでね。あ、ミオ。何？いや、昼飯はどうすりゃいい？板挟みだから。購買部で買えばいいでしょ？再会した幼馴染さんと食べれば。下手い！バカ！大嫌い！なんでジロジロこっち見るのよ。俺は好きになったんだなって。好きって、今はそういう話をしてる場合じゃない！けど、聞いてあげるぐらいなら構わないというか。当たり前でしょ！成功したのか？もちろん成功したわよ。どうしてそんなに怒ってるんだ？見たでしょ。